第2回函館競馬初日第1レース牝馬限定の2歳未勝利芝の 1200m 戦出走メンバー9頭の一戦です。全馬新馬戦を経験して今日がデビュー2戦目となります。2コーナー奥のポケット地点ゲートイン順調9番名勝万里やや重の芝コース収まりました。全馬ゲートの中スタートしました。3番ウィスピースノー1番ラボントップは後ろからになりました。コーダッシュは外から9番名勝万里逃げていきました。リードを1馬身半2番手に2番の七尾が構えます。この内から接近1番ラボントップ2番手3番手2馬身半がいて4番手集団固まって4番オーケーソニック外に8番ココシャンパーニュこの内からは3番ウィスピースノー固まって進んでいます。残り800 4馬身がいて後方3頭7番青いエクラタン内からは5番のビューティービーストかわして6番ベレニーチェ押し上げていっています。3コーナーをカーブ前半の 600m34 秒9でいっています。これから4コーナーカーブ今日は逃げた9番の名勝万里のペースリードを1馬身すっと外から2番の七尾残り400を切って4コーナーカーブ合わせに行きます。1馬身半後ろ1番ラボントップ3番手その後ろから外目8番のココシャンパーニュ馬群の中には3番ウィスピースノーで直線に向かいました。一気にかわして2番の七尾先頭残り200を切りました。この外に持ち出して1番ラボントップが追っている3番手争い外からは8番ココシャンパーニュ内は3番ウィスピースノー先頭抜けた2番の七尾3馬身とリードを広げてゴールイン。2着1番ラボントップ3着争い外から8番ココシャンパーニュ内は3番ウィスピースノーこの2頭で接戦となっています。2番手につけた2番の7を4コーナーから直線に向いたところ早々と抜け出して直線突き放して勝負を決めました。1番のラボントップしぶとい足を見せましたが最後は振り切られた形2着この後ろも3馬身ぐらい空いていて外から8番ココシャンパーニュ外から最後差し足を伸ばしてうちの3番ウィスピースノーと3着争いになっていました。勝ちタイム1分11秒1上がりタイムゴールまでの 800m は48秒 0600m は36秒2です。函館1レース早々と到達順すんなり上がりました。佐々木大輔騎手手綱さばきさえますこの北海道函館1着2番の7をロードカナロア3区新馬戦2着から2戦目で勝ち上がりました。佐々木大輔騎手の手綱2着に1番ラブオントップ3着は8番ココシャンパーニュ4着3番ウィスピースノー5着6番ベレニーチェと上がっています。確定まではもうしばらくお待ちください。やや重の芝時計は1分11秒1でした。では最終オーツ2番1番8番です。1番人気4番人気2番人気の順です。単勝2番 2.8 倍枠連126.9 倍馬連1番2番 7.1 倍馬単2番1番 11.9 倍3連複1番2番8番 5.6 倍3連単2番1番8番 26.6 倍です。確定までお待ちください。